どうもこんにちは。今回はですね、ハイゼットカーゴのこのねバックドア、このバックドアを開けるときにですね、この紐を引っ張ればバタンと閉まるんですけども、じゃあ開けるときどうすればいいのかと思って調べてみたら、中からは開けられないということみたいです。なのでですね、この中から開けられるようにしたいなと思います。まずは皆さん大好きな内張り剥がしから行ってみようと思います。開かない、やべ、ネジがバカになる。まずね、これを外して、無駄にこれを革張りにしたくなってくるな。後でやろうかな。はい、じゃあこれでね、内張り剥がしをやっていきます。バックドアのカバーを剥がすとこんな感じになってるんですけども、ここにね、なんか封がしてあります。どうもね、これが必要みたいなので、一旦ね、ちょっとこのカバーを切っちゃいます。で、これをね下げるとこう開くと。いうことなので、これはね確実にあった方がいいなと思います。バックドアですが、こんな感じでね、穴を開けました。穴を開けて、ここにね、今黒いのがありますよね。これがレバーになってて、これを下げることによって、こういう風に開くと。ということで、今回やってみた DIY は、まずここ。バックドアを内側から開けるために、ここに穴を開けました。そして次にここ。ここを一度開けてですね、革に付け替えました。これはですね、やっぱり内側からこうドアを閉めるために使うっていうのももちろんなんですけども、多分ね、バックドアを開けた状態で、ここにね、何か物を吊り下げて使ったりするってこともできると思います。ということで、今回はですね、かなり地味な DIY にはなったんですが、これから車中泊をしていく中で、内側からバックドアを開けたいということがですね、多々出てくるんじゃないかなと思います。なので、やってることは地味なんですが、かなり効果的な DIY になったんじゃないかなと思います。まあ、実際ですね、この DIY をしてるだけでも、入るときはバックドアから入って、バックドアから出られないので、今度横から出るというようなことをよくしてたので、実際に車中泊をし始めても、このバックドアからも出れるっていうのはね、かなり選択肢が広がったんじゃないかなと思います。ということで、今回は地味だけど効果的なバックドアとバックドアハンドルの DIY でした。それではまた。